兄ちゃん。今日もお山へ行って一緒に遊ぼうか。かどわかしか。それにしても目的は何だってんだ。天狗か。町人どもの言うようにまさか食われちゃいねえと思うんだが。なんか妙な胸騒ぎがするぜ。やっぱりほっとけねえだろ。よし、決めた。早速探りを入れてみるか。ところでよ、その双子山ってのはどこにあるんだ？
こっから牛虎にある山だけどよ。兄さん、そんなこと聞いてどうすんだい。おう、任しときな。よろずや乱丸様がとっとと行ってさっさと片付けてやら。で、こっから結構かかるのか。さあなあ、俺たちの足なら半日ってとこだがよ。山の入り口にそりゃでっかい鳥居があるんさ。ちくしょー、こんな騒ぎになるんなら最初にあいつらが天狗って名乗りを上げた時懲らしめておくんだったぜ。ともかくよ、よろずやさん。なんか新しい噂つかんだら、俺たちにも教えてくんな。子供ばっか狙うなんざ、許しておける話じゃねえや。牛虎の双子山か。よし、極楽町。おめえこれから屋敷へ戻って、雷王と小城へ俺が双子山に行ったと伝えてくれ。頼んだぜ。よっしゃ、待ってろよ天狗ども。誰もいねえな。よし、あらやった。一人で行くとは、心配性の従属どもが後でうるさいぞ。なんだ、費用かよ。分かってっけどよ、あいつら羽織役だなんだって言うくせに、絶対俺だけじゃ何もさせないんだぜ。ったく、いつまでもガキじゃねえんだから。俺だって一人前にだな。ま、気持ちは分からぬでもない。ヒヨ、悪いが少し沈んでいてくれねえか。おめえの気配は強いから天狗に感づかれちまう。ふん、よかろう。何かあった時は呼べ。なんだあのじいさま。待てよ、おい、普通の人間の気配じゃねえぞ。
この場所であの様子となりゃ、天狗か天狗にゆかりのあるものに間違いねえ。とすると、まともな話が通じるか。おい、そこのじいさん、あんた、この山の天狗だな。いかにも、わしは天狗じゃが。やっぱりそうか。ここで何してやがる。町の騒ぎはてめえらの仕業か。わざわざ名乗りまで上げて、一体どういう魂胆だ。そんなにいっぺんに聞かれても答えられんわの。ところでそなた、どこの若い衆かな。何をぬけぬけとしてやがる。町からかどわかした子供を返さねえと、この俺がただじゃおかねえぜ。待て待て若いの、今何と言った。子供のかどわかしとな。しらばっくれてんじゃねえ、この悪天狗が。誘拐か。すると、そなた。そうじゃ、わしは双子山の天狗じゃ。あいにくだがの、我らが神域は結界に守られておる。お主のような小わっぱには、破ることなど到底かなわぬわ。なんだと？顔を洗って出直してくるがよい。おっと、町の言葉ではこう言うのか。おとと生きやがれとな。てめえこのクソじじい、言わせておけばこの俺様に向かって。おや、一丁前に怒ったか。ならばお主、この鳥居の奥の結界を破ってみよう。どうせできまいの、半妖の若造ごときに。バカにしてんじゃねえ。痩せても枯れても俺はあやかしの親玉羽織役だ。ヘッポコ天狗の結界なんざ朝飯前に破ってやらな。ならばやってみせてみよう。結界はな、それ鳥居の三歩ほど先にある。お主には見えぬだろうが、狙いを外すでないぞ。おうよ。そこそこ、まさにそのあたりじゃ。力加減は、そうさな、戦艦目の岩を砕くくらいかの。ちなみに、下から上へ向かう力にもろい。へっ、茶の子も茶の子、朝茶の子で。炎、ショッ。おっと、待たれ。結界を破っている間に、わしは裾をからげて逃げてしまうぞ。あ、いや、こいつは大変じゃの。はあ？どうしたらよかろうか、若いの。おや、こんなところに縄が。ささ、これでわしを縛られよ。ぐるぐるとな。そうそう。あれ、これで逃げられん。はあ、まあ。っていうか、なんで縄持ってんだよ。そりゃ、さらった子供を縛るためだわいさ。Thank you.
これでよし。いいかジジイ、逃げようなんて気起こすんじゃねえぞ。ほい承知。これか。確かに鳥居のあっち側が霞んでよく見えねえな。じゃあじいさんはそこでおとなしくしてな。ここを突破するのに炎を出すからよ。おお、お主が何とかせんと子供は救い出せんしな。せいぜい頑張るんじゃぞ。手を抜くでないぞ。とっく口の減らないじじいだぜ。よく見てろよ。望み通りにな。派手にやってやんぜ。なんだこの音。ジジイ、やったぜ。今の爆発は一体、大僧正様、なぜそのようなミノムシのごときお姿に。おお、良いところへ。はよ助けよ高いさ。こやつに無理無体に縛られてしまったのじゃ。私の束ねをするお前なら、なんとかなろうがよ。え？何言ってやがんだおい。あんたが自分から縛れと。貴様、アタゴレンの者だな。これまで何をされても同じ天狗と思って耐えていたが、我らが大僧正様へのこの無礼、もはや断じて許せん。え？なんだよ。先に悪事働いたのはてめえらだろうが。俺は何恥じることは一切してねえ。なんだと。祭祀を任せられた我々を陥れんと様々な妨害を仕掛けてきたのを忘れたか。ちょっと待て。どういうことだ。今さらおじけづいたか、アタゴレンの総君め。俺がここで相手になってやる。己の老劣を思い知るがいい。ふっ、面白い。この俺を本気にさせたこと、後悔させてやるぜ。
なかなかやるな。だが俺を宙へ放ったのがお前の運の尽きだ。がっさ、口惜しくばお前も羽を出すがいい。たかが都鳥を狩るごとく地面に叩きつけてくれる。羽だ。ちくしょう。様子見なんて柄にもねえことしたせいで向こう傷を晒す羽目になっちまったぜ。この後に及んで負け惜しみか。まったく無様と思わぬか。いや、それがそうでもなくってな。さあ、お前は。おめえに事の顛末話してもらうぜ。はあ、くなんのこの程度か。俺にこんなもん使うなんざ、間抜けもいいとこだ。何？せいぜい熱くなりな！炎！召喚！あっ！まあいいだろう。俺の技は棒術ばかりではない。我が羽の力、身をもって思い知れ。爆炎！あ！やったか。もう大丈夫です、大僧正様。今、縄を。あ！
やっぱり俺は炎の羽織なんだな。包まれているとすげえ気分がいい。お前は悪いな、高久とやら。炎は俺のものなんだけど、これはおめえからもらったから、ひとまずおめえに返す。あっ、おっと、やるじゃねえか。ならもう一発。そう、そこまで。おおおおおお、だ、倒れる。何しやがんだ、じいさん。危ねえだろうが。おお、すまんすまん。じゃが子供の喧嘩を止めるにはこれが一番でな。子供って、おいおい、改めてお詫び申し上げる。江戸の羽織役蘭丸殿、配下烏丸五郎丸高久の無礼も合わせてお許しくだされ。あれ、俺まだ名乗ってねえよな。じいさん、なんで俺の名前知ってんだ。大僧正様、なんと仰せられました。その者はアタゴレンの資格ではないと。それに羽織の蘭丸、まさかあの。そのまさかじゃよ、高久。あやかしの羽織と手合わせなどめったにできんぞ。喜ばんか、ほれ。笑ってる場合かよ、じいさん。あんた、わざと俺たちを戦うよう仕向けやがったな。一体どういうつもりだよ、え？それについては話がややこしくてのう。蘭丸殿に結界を破っていただいたことでもあるし、ともかく我が社に戻って話しましょうかな。え？おい、そんなこといきなり言われても。幸い神事が近いため、食い物は豊富にあります。さよ、甘味も山のように。いかがかな、羽織殿。行く。そうだ、そうだな。歌唱なら聞いてみてもいいかもしれねえな。邪魔すんぜ。おう、重ね、箇所いるか。おや、蘭丸、お元気そうですね。
まあ、箇所はいろいろありそうだしな。箇所様は今、別室にて客人とお話し中でして、下でお待ちいただけますか？箇所様は今、客人と将棋を指しておりまして。将棋だ？なもん、さっさと切り上げりゃいいじゃねえか。私もそう思っているのですが。まあいいけどよ。じゃあ終わるまで待たせてもらうぜ。おっせえよ、人が焦ってきたっつうのに。なんか重ねが言ってたけど、将棋指してたって。おやおや、それはお待たせしてすいません。将棋が好きなものですから。カステイラ4つ、すべて召し上がっていただけたようですね。お口に合いましたか？ああ、うまかったぜ。おめえの嘘くせえ言葉遣いに胸くそ悪くなったがな。いい加減そのよそ行きな口ぶりはやめやがれ。おや、そんなに私と年頃になりたいと。では早速、絹と真綿で作らせたばかりの布団の寝心地、二人で堪能いたしましょうか。黙れよ！てめえの言葉遣いが気色悪いだけだっつーの。お前くらいだな、蘭丸。この私にそんな態度を取るのは。俺はてめえの従属じゃねえからな。さて、本題だ。ここんとこ立て続けに町の子供がさらわれてる。天狗の門分かしだってもっぱらの噂だ。門分かし？さて、初耳だな。本当に天狗絡みなら町方の手には負えねえ事件だと思う。俺たちが動いた方がいいんじゃねえか。おめえの方が羽織役は長いから、もう何らかの情報を掴んでるかと思ってきたんだがな。特定の指示を出さなければ、従属どもの持ってくる情報は適当なものだ。お前のところだってそうだろう。まあ俺だってこの情報は街をうろついてて偶然拾ったもんだしな。でどうするよ、動くか？状況を確かめるにやぶさかではないがな。が、その間江戸のまとめはどうする？一時的とはいえ、羽織が二人とも江戸を開けるのはよろしくあるまい。とりあえずどちらかが行けばよかろう。うん、分かったよ。じゃあ俺が行ってくら。箇所はいろいろ掴んでんのかもしんねえな。また今度聞いてみるか。時に乱丸、ここに来ることを
他の者に知らせてあるのか。ねえよ、出先で思いついてきたからな。なんでだ？いや、長く引き止めてしまったからな。従属どもが案じていなければいいがと。なんかいやらしいこと考えてんじゃねえだろうな。いやらしいことねえ。一体あなたは何をもっていやらしいというのやら、ぜひに教えていただけますか。いや別に何ってわけじゃねえけどよ。ってその言葉遣いよせって言ってんだろ。じゃ寄ってくんな。この駒には私の紋が彫り込んである。お前の行動を私が容認したことの証となろう。持って行け。そうかい。じゃあ預かっていくぜ。って箇所？例えば油断したお前の手をつかみここに押し倒したらどうする？例えばこの部屋にお前を閉じ込めて慰み者にすると言ったらどうする？借りもねえのに言いなりになるかよ。そん時はおめえもただの火傷じゃ済まねえぜ。慌てふためくかと思ったが、なかなか気の利いた切り返しを覚えたな、蘭丸。ほら、受け取るがいい。じゃあ俺は行く。一刻も早く子供を助けてやりてえんだな。ああ急ぐ気持ちはわかる。それでも出立は明朝にするがいい。夜は禍々しき者が長領ばっこしているからな。そんなの蹴散らすさ。夜を甘く見るな。どうせ一人で出歩いたことなどなかろうが。闇に食われるぞ。闇は私の領分だがな。お前がそんなに可愛いとついつい襲ってしまうよ。ああ、分かったよ。せいぜい用心して明日朝から出ることにする。じゃあな。カシオ様、蘭丸は屋敷へ戻りましたが。ああ、分かっている。
それにしても蘭丸もなかなかやるようになったものだ、うん、何か楽しいことでも？何？少しからかってやっただけ。穂村の瞳の中で費用に首をかかれそうになったがな。なんだ、斧が主の危機を笑うとは。カシオ様がみすみす首を取られるとは思えませんし、カシオ様にとっても蘭丸とのやりとり、将棋よりよほど楽しいのでは。ライオウ、小四郎、話がある。ちょっと来い。お、今まで歌唱のとこに行っててな。で、おめえら明日俺は双子山へ行くから朝早くに起こせ。歌唱のところにいただと？何もなかったならよいが、双子山に行くとはどういうわけなのだ？まさか歌唱と二人で遊山じゃあるまいね。なんだと？ちげえよ、まったく。近頃江戸じゃ天狗の門沸かしが起きてるってんで大騒ぎだ。双子山にはその偵察に行く。歌唱は来ねえ。わかったか？うん、そのために明朝を起こせというのだな。了解した。私は他に何をすればよいか。人間の子供なんざどうなろうと構わないけどね。お前が望むなら月主人を八つ咲きにだってしてあげるよ。いや、おめえら今別件にかかってるだろう。双子山には俺一人で行くから。おっと、お茶受けには甘いもんが欲しいな。危ないよ。蘭丸は私がいないと心細いだろう。雷雨はいなくてもいいけれど、陶器、金唾持っておいで。双子山ならば私は地理に詳しい。道案内もできよう。小四郎は不慣れであろうから帰って足手まといだ。陶器、金唾はいらぬぞ。たく、小四郎も雷雨もおのおの別の用事を頼んであるだろうが。それをほっぽり出すんじゃねえ。これは命令だ。何があっても歌唱には頼るな。頼れば最後貸しだと言って無理難題をふっかけてくる。もしもの時は私を呼べ。すぐ駆けつける。おう、ありがとうな。頼りにしてるぜ。うん。我ながら蘭丸には甘いと思うけど仕方ないね。でもね、蘭丸、歌唱が何か仕掛けてきたらお前がどんなに止めたって私は奴を殺すからね。物騒なこった。でもありがとうな。かわいいお前のためだもの。のたのたと動きの遅い雷獣なんざどうせ使い物にならないしね。小四郎、貴様やる気かい？もうおめえらいい加減にしやがれ。
ま、寝つけねえのはいいんだけどよ。そういや確かに箇所行ってこなかったな。けど確かに知らねえって言ってたしな。いや、箇所の言葉を鵜呑みにしちゃなんねえぞ。今あれこれ考えたって拉致が開かねえや。そのうち木を見て尋ねてみるか。ま、素直に答えるとは思えねえけどな。そこにいきなり俺みてえな若造が羽織でございと現れたんだ。独壇場を半分取られて面白くねえと思ってんのかな。あいつがこれまでこなしてきた仕事についてもあんまり聞いたことねえな。今度金つばを土産にいろいろ聞きに行ってみっかな。あいつがいいやつだって？まさか。楽しみだな。ここは京介につけてもらうか。そうとなりゃすぐ動いた方がいいや。この刻限だと京介のやつまだ道場かな。よし、ついでだ。迎えに行ってやっか。おい、京介。あ、
ああ、蘭丸じゃないか。どうした、神妙な顔してよ。もしかして今の仏さん、おめえの知り合いか？いや、そうじゃない。だったらなんで？それよりどうしたんだい？珍しいね、迎えに来てくれたなんて。ああ、そうそう、おめえに話しときたいことがあってよ。奇妙な話もあったものだね。だろう？もうちょっと突っ込んで調べるのにおめえに手伝ってもらいたくてよ。何しろ京介がいると聞き込みが楽なんだよね。それで私を呼びに来たのか。しかしあれこれ聞き回るよりいっそ直接天狗の住処を探る方が早くないかい？天狗の住処？最も江戸に近いのは双子山と言われている。古くからの修験場だが、大鳥居の向こうは木こりさえ入るをためらうほど奥深い森だし。そっか、だったら京介には無理させねえで一門のあやかしを連れてった方がいいかもな。いや、私が同道する。そりゃいいけどよ。なあおめえ、どっか妙だぜ京介。やっぱさっきの葬列。なんでもないのだ。ともかく帰って策を練ろう。天狗に関する文献が家にあるかもしれないしね。牛虎にゴリってとこか。朝のうちに出りゃ昼前には大鳥居に着きそうだな。運よく天狗と行き合えるとは限らないけれどね。地形を確かめておくだけでも無駄ではないはずだよ。蘭丸、ここへおいで。私の膝に。ああ、またかよ。いいね、こうしてると暖かい。蘭丸は体温が高いんだな。たく、しょうがねえな。俺は猫じゃねえんだぞ。以前から考えていたのだが、私に万一のことがあっても君たち一門がここを好きに使えるよう父上や兄上に話しておこうと思う。
なあ、京介、おめえ病気とかじゃないよな。なんだい突然。つい先だって医者に診てもらったばかりだけど、双剣この上なしと太鼓判を押されたよ。そうか、ならいいんだけどよ。蘭丸、山ほど文句言われそうだよな、まったく。さてと、そうと決めりゃやることやっちまうか。今帰ったぜ、さくら。遅い。どこをほっつき歩いていた？悪い悪い。ちょいと気になる話があってな。まあ聞けよ、さくら。話は後だ。まず手と足を洗え。うがいも忘れるな。は？なんだよ、そりゃ。もう飯はできている。あとは漬物を切るだけだ。早くしないか。あのな、さくら。たくあんがちょうどいい具合に使った。切りごまであえてあるから食いやすいぞ。へへ、うまそうだな。それといいしじみが手に入ったからな。ネギと一緒に酒で煮た。お前好きだっただろ。おお、大好物だぜ。炊きたての飯にぶっかけると何杯でもいけるんだよな。焼き物もあるからちゃんと食え。今夜は豆腐の田楽だ。ほほう、そいつは豪勢だな。って違うだろ、飯に釣られてる場合じゃねえっての。落ち着け、うん、聞かずとも帰ってきた時のお前の顔で想像はつく。また面倒を背負い込んできたな。またってなんだよ。面倒かどうか聞きもしねえでわかるわけねえだろうが。食うか喋るかどちらかにしろ、まったく。それでせめて蘭丸、大ぐらいのお前の飯代くらいにはなる依頼なのだろうな。いや、それはまあ。思った通りだ。お前、さだめし町で、あやかしか子供にまつわる不穏な噂を聞きつけてきたのではないか。ならばお前がその気になるのもわかるが、落ち着け。まずは、その一件が稼ぎになるか、見定めてから動いても遅くはあるまい。何を情の薄いこと言ってやがるんだ。悠長に構えてる間に、さらわれた子供がどうなってるか。さらわれた？なるほど、そういう事件か。だがな、蘭丸、今の俺にはこの世で果たさねばならぬ務めがある。務め？
俺は人で、半妖であるお前より先に死ぬ定めだ。お前は輪廻をめぐって生まれ変わる俺を待つと言った。そうだな。そうだけどよ。だからな、蘭丸。俺は、お前一人でも、どうにか世間並みに暮らしていけるよう、しつけなくてはならん。金になる仕事を選ぶ目を養うのは、その第一歩だ。は？ま、根性ではそれが精一杯だな。来世では、自分で飯の支度ができるように仕込む。おい、こら、待て。なんだそりゃ。そのまた来世では、洗濯に繕い物に掃除を教え込む。つくづくお前は手がかかる。我ながら縁台にして無謀な試みだとは思うかな。てめえこの。断っておくが、雷王や陶器を頼っても無駄だぞ。俺がこの世にいない間、お前を甘やかさぬよう頼んである。四度目に巡り合う頃にはお前はようやく一人前になっているというわけだ。どうだ、なかなか良い考えだろう。何言ってんだ。じゃあおめえは働かねえで俺をこき使う気かよ。負担の割合が減るだけだ。俺は何も変わらん。わかんねえぞ。今度はおめえがぐうたらの宿六になるかもしんねえだろ。お前がおとなしく俺にこき使われる玉か。それにな、どうも俺はお前の世話を焼くことがまんざら嫌いではないらしい。来世でもきっと同じだ。本当かよ。ああ、本当だ。どうだ、俺も気が長くなったろう。これもお前のおかげだな。つ、抜かしてろってんだ。気が長くなったか。そうかもな。まあ、しかし何事にも不思議な巡り合わせというものがある。お前がそれほどに気にかかった噂なら、いずれ向こうの方から転がり込んでくるかもしれん。何やらそんな予感がする。はぁ、くったくった。さくら、おめえってやっぱし料理うまいよな。世辞はいらん。それよりも食ってすぐ横になるな。牛になるぞ。へえへえ、ヤドロクどころか口うるさい神さんみてえだな。おっと、あれ、外に誰か来てんじゃねえか。この時刻にか。お前はそこにいろ、蘭丸。動くな。何者だ。ぶたないでなの。ごめんなさいなの。驚かせてごめんなさいなの。お前は確か蘭丸一門の。お話ししたいことあったの。それだけなの。一体どうしたというのだ。
蘭丸なら中にいる。ともかく入れ。うん、ありがとうなの、さくらさん。おお、一つ目じゃねえか。久しぶりだな。元気だったか？蘭丸、蘭丸、あのね、あのね。おいおい、なんだよ、なんだってんだよ。誰かにいじめられたのか、それとも雷王に叱り飛ばされたか。ん？そんなんじゃないもん。あのね、ほんとね、何をとっちらかってんだよ。まずは水でも飲んで落ち着きな。ほら。あのね、あのね、一緒に遊んでたお友達がいなくなっちゃったの。なんだか変なの、蘭丸。いなくなっちまった？やっぱ俺たちが動くしかねえやな。よし、今夜にでも天狗退治に出かけるぞ。そうと決めたらさっさと消えるか。おーい、蹴ったぞー。遅かったな、蘭丸。お帰りなさい、主様。今日の夕飯、いつもの時間でよろしいですか？ああ、それでいいぜ。わかりました。では、そのつもりでご用意しますね。今日は水目が、いいカレーを取ってきてくれたんです。お、じゃあ煮付けか。あれ、小城のやつはどうした？さてな。特に出かけるとも言っていなかったが、あいつの気まぐれは今に始まったことではない。ああ、小城様でしたらついさっき使い魔の白銀子とお話をしていましたよ。小城、おい、小四郎。たく、どこ行ってんだよあいつ。この俺が呼んでるってのに。小四郎だな。ほら、小四郎やめねえか。釣れないね。せっかくお前と雲の中のひとときを過ごそうと思ったのに。お前、どこ行ってたんだよ。いや、何、ちょっとね。それより蘭丸、私を呼んでいたね。ああ、そうだった。お前、最近子供がかどわかされている事件が起きてるの知ってるか？子供って人の子かい？
さあね、人間がどうなろうと知ったこっちゃないもの。とにかく子供が何人も消えちまってんだ。どうやら下手人は天狗だってもっぱらの噂でよ。へえ、天狗ね。人外の仕業とあっちゃ町方に打つ手はねえ。俺たちで天狗の住処を探し出して子供を取り戻す。早速今夜出かけるからおめえもついてこい。明日の日のあるうちじゃ行けないかい？今夜は少し出なくちゃならなくてね。珍しいな。何の用だよ。野暮用さ。お前が気にすることじゃないよ。どうしたのかね、そんなにむくれて。私が今宵何をするのか気になるかい？なわけあるか。勝手に何でもすりゃいいだろ。仕方ね。そんじゃ明日の朝からだ。いいな、約束だぞ。心得た。すまないね、蘭丸。いい酒が手に入ったんだよ。一献どうだい？うまいな、この酒。どんどん入っちまいそうだ。そうだろう。めったに手に入らない上方の酒だよ。あちらは水がいいから酒もうまいのさ。上方の酒？なんでそんなもんがあるんだ？古い知り合いからもらってね。もっともそんないい酒も魚が金つばじゃ台無しだろうに。ほっとけ、俺はこれがいいんだ。ちょっとは控えちゃくれないかね。お前に口づけるたび舌が甘くなる気がするよ。蘭丸、眠ってしまったのかい？蘭丸。ごめんよ。でもさすがに今宵のこと、お前に知られては面倒なのさ。私の不実、許しておくれね。ひふみよ。なんだよ、あの言い分は。たく、わけわかん。そうそう、いつまでも俺を転がせると思うなよ、小四郎。俺だって経験に学ぶんだぜ。ありがとな、ヒヨ。おかげで本当に寝入っちまわずに済んだ。まったく、久方ぶりの呼び出しと思えば、我は目覚めの金代わりか。
悪い悪い、今度埋め合わせはするからよ。うまい飯や酒は産むばかりが味わうくせに、よく言うわ。にしても小四郎め、思わせぶりだ。どこぞへ呼ばいでもかけるのか、あやつも気の多いことだ。ちげえよ、浮気なんかじゃねえって。ほう、では何だというのだ。何って、大事なようなんだろ。羽織であるお前を欺くほどの大事だと。それはそれで従属として不貞ではないか。蘭丸、お主少々軽んじられておるらしいな。うるせえや、とにかく会おうぞ。見失っちまう。やっぱ雷王だろ。まあ小四郎のやつは俺の親父を知ってるみてえだしな。何度言ってもあいつは納得しねえんだよな。親父を知ってるってことについちゃ雷王も同じみてえだけど。おい、蹴ったぞ。主様、お帰りなさいまし。うん、なんかいい匂いがしてるな。今日の晩飯はなんだ。はい、水目が土壌を取ってきてくれましたので、柳川鍋に泥抜きも酒を使って念入りにしてあります。そりゃうまそうだな、楽しみだぜ。ああ、いけません。主様、ちゃんとおみ足をすすいでからお上がりいただかないと雷王様に叱られますよ。へえへえ、たく、うちには口うるさいのばっかで弱るぜ。で、その雷王は上にいんのか。ええ、ご自室で旅支度を。だってご出立は明日でしょ。ああ、それで精のつく土壌ってわけか。そうですとも。今回は少々長旅になると伺っておりますからね。道中息災をお祈りしてと。はい、洗えましたよ、主様。雷王、いいか。もう戻ったのか、蘭丸。賀相に頼んだ手形、そんなに早く手に入ったのか。
手形って言うけどよ、なもん必要ねえじゃねえか。関所が近づいたら街道を外れりゃいいんだし、いざとなったら飛行の術でひとっ飛びに行けるだろう。いや、むやみにあやかしの力を使う癖をつけるのは好ましくない。見たところ手ぶらのようだが。うん、まあな。どうかしたのか、ランマル。あのな、今回の遠出、延期できねえか？そうか。そうだな。すまぬことをした。は？旅に出れば私とばかり顔を合わせていることになる。お前がへきへきするのも無理はない。は？母じゃの墓を探さねばと心がせくあまり、お前の気持ちに気づけなかった。私としたことがな。なあ、違うっつろ。そうじゃねえ。俺は街で起きてる事件が気になってんだよ。事件？たく、妙な気を回しやがって。おめえとの旅は、その、俺だって楽しみにしてんだ。けどな、子供の門分かしとあっちゃ見過ごせねえだろう。そうだったか。いや、すまん。それよりも乱丸。今何と言ったか。子供の門分かし。ああ、近頃町じゃ子供がさらわれる事件が頻発してる。それがどうも天狗の仕業らしいってもっぱらの噂でな。天狗だと？なるほど。話は分かった。それでお前は下手人を捕らえて子供を救いたいと考えたのだな。もし本当に天狗の仕業だってんなら、そいつは俺たちの領分かと思ってよ。約束を保護にしてすまねえけど、でもやっぱ俺。気にするな。確かにこの場合、子供の安否の方が下級だろう。お前の判断は正しい。怒んねえのか？怒るものか。子供たちを思うと、いても立ってもいられるのだろう。うん。お前らしい。しかし、天狗か。どうした？
何か気になることでもあんのか。天狗といえば山の神を守る者ども、奴らに接触するには神域に足を踏み入れざるを得まい。そう思ってな。そういやライオウ、おめえ神さんの類が好きじゃねえっけ。気が進まねえならおめえに場所の見当だけつけてもらって俺一人で行って。いや、私も行こう。見知らぬ場所でお前を一人になどするものか。心強いな。早速明日にでも天狗どもの土地へ行ってみようぜ。剣能？どういうこと？だって主様、天狗は神の兵士ですよ。格こそ違えど、28部衆や四天王と変わりありません。だからって見過ごしにはできねえ。人の子供がさらわれてるんだぜ。おめえら、奴らの根城がどこか心当たりはねえか。こんだけしょっちゅう現れるからにはそう遠くねえところにいると思うんだけどよ。知ってるのなの、天狗のお家。どこだそいつは。あのね、牛虎にゴリのお山にいるって道祖神様言ってた。双子山か、やはり神域だな。うまい。やっぱ金唾食わねえと飯が終わったって感じがしねえな。寝る前だ。二つまでにしておけ。それと房楊枝を使うのを忘れるな。歯が痛む。大丈夫だって。そうなったらおめえが癒しで治してくれんだろ。まったく。せっかく長旅の支度をしてくれたのに悪かったな。門若氏の一件が片付いたらすぐに行こうぜ。そうだな。っていうものの、本当によ、お袋の墓一体どこにあんだろうな。江戸近辺のそれらしい場所は探し尽くしてしまった。今度は相当足を伸ばしてみぬことにはな。まさか水の中ということもあるまいが。だったら水目にも探すよう頼んどっか。へそ曲がりの親父残ったお城の堀の中にでもドカーンと立ててやがるかもしれねえぜ。まんざら笑い事ではないな。お前の父親であればどこへ行くにも不自由はないはず。我々の全く思い及ばぬところにあるのかもしれん。でもよ、それなりにゆかりのあるところじゃねえかと思うんだよな。親父とおふくろが出会った場所とかそういうさ。だってやっぱ惚れ合ってたんだろうしよ。なんだよ、何がおかしいんだよ。随分と恋心の機微をうがったことを言うと思ってな。以前はそのようなこともなかったはずだが。うるせえ、俺は何も変わんねえよ。変わらぬのか、本当に。変わんねえったら。
本当に。未だ恋を知らぬと。